どうもネクラです。今回は珍しくめちゃゴテゴテのネイル。さすがにこれは目立つので先に言っておこう。で、今回開けていくのはマックの福袋。じゃじゃじゃーん。今回はチャムスとのコラボでこのペンギンさんですね。ペンギンさんとのコラボになってます。去年はマンハッタン、名前忘れちゃった。マンハッタン、なんとかのやつ。ライトが入ってたんだけど、今回ね、ライトとかタイマーの枠がね、なかったと思う。ただ袋がめちゃ可愛いね。開けていこう。もう中身は、種類的には何が入ってるか分かってるんですよね。何色とか、あとは、当たり外れがあって、マックの金色のカードが入ってたら、大当たりですね。まあそこはまあ期待せず、できればね、カップはね、赤と黄色があってね、黄色が欲しい。そんくらいかな、希望は。開けていきましょう。いやー、こういう袋取っとくの難しいから先に動画で全部見せとこう。こんな感じの袋、めちゃ可愛い。ほんで、一個ずつ出してく？一個ずつ出せるかな？いや、一個の袋になってるから先に画面外でザザザーっと出して一個ずつ持ってこよう。カップ黄色だった。じゃあ、見ちゃったカップからいこうかな。じゃ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 ん。まずは、マグカップ、ステンレス2層マグカップってことは、あれかな。温度を保ってくれて結露しないやつだね。こっちにペンギンさんが書いてあります。で、2層になってるマグカップ。割とね、軽い。軽めのマグカップで、この持ち手とね、下の部分が赤と黄色があるんだけど、欲しかった黄色でした。これは嬉しいね。黄色いマグカップ。持ちやすい。いい感じ。まあ、できればね、ライトとかの方が、私的には嬉しかったけど、マグカップ結構ね、お家にいっぱいあるからどうかなって思ったけど、まあ、黄色でよかった。ここがちょっとね、マクドナルドっぽくて可愛いよね。じゃあ次。これは、ポーチ。ミニショルダーバッグ。これ柄何種類かあったかな？どうかな？ミニショルダーバッグ。この柄かわいいね。いい感じかも。なんかサイトで見てたより、丈夫ですね。もっと安っぽい感じかなって思ってたけど、良さそう。なんかシャカシャカしてる生地かと思ったら、そんなにシャカシャカしてない。薄手ではあるけど、丈夫そうではあるかな。いい感じのバッグですね。携帯と財布ぐらいがちょうど入りそうかな。ミニショルダーバッグ。まあ、どこに使うかって言ったら難しいけど、どうかな？カバンの中でポーチとして使うのもありかも。その時はちょっと紐が邪魔になっちゃうけど、多分取り外しできないタイプなので。それはあれだけど。可愛いと思う。サイトで見てたより可愛い目。次。クリーナークロス、メガネ拭きとかになるやつかな。の色が青。これもね、色違いか柄違いがあったはず。私はこの柄。総柄かわいいよね。マックの総柄と、結構出来はすごくいいな。あとラストかな。これがジッパーポーチ。よくあるジッパーのポーチ。これ4色ぐらいあって、青でした。これは青セットだったのかな。青と黄色のセットになってました。かわいい。私がこの中で欲しかったのはクロスとこのポーチだったんだよね。ただカップが本当に黄色でよかった。黄色とこれも質が良かったので大満足かな。で、当たり券が入ってなかったんだけど、まあ、確定で入ってる割引チケットっていうか引き換えチケットだね。商品無料チケットがついてて、これ毎年入ってるんだけど、この福袋が3000円で、3030円の、商品無料券がついているので、実質この券を買って、ここをタダでもらったって思えばお得かなと思います。中身見せて大丈夫なタイプかな。場所とかは書いてないよね。6月30日までのチケットなので、半年ぐらいで食べた方がいいね。こんな感じで、これ持ってくと、タダで食べることができます。去年なかったコーヒーがあるのはちょっと微妙かも。私コーヒー飲めないのでそこだけちょっと微妙だけど、コーヒー2杯分は誰かにあげようかなって感じです。マックは2年連続だね今。これ確か抽選で購入権っていうか買える権利を
抽選でゲットしたはず、当選メールが来て買えた福袋かなと思います。人気だもんね。今回の動画はこんな感じ。まあ個人的には去年一昨年の方が好みではあったかなって思うけど、まあカップが黄色だし、ポーチ可愛いし、いいんじゃないかなと思います。あともうそろそろコラージュとか収納とか文房具系の動画も出していこうかなと思っているので、明日からの動画もお楽しみに。バイバイ。おまけ動画です。今回最初にちらっとお話ししたけど、今回のネイルがゴテゴテなの。ちょっと前に紹介したドラゴンクエスト文具店のシールを爪に貼ってネイルにしました。かなりゴテゴテ。こんなに長い爪はあんまりつけないので、生活のしづらさを感じますね。今回の動画はこんな感じでした。バイバイ。